美里さんはどんなファッションをしていたのかな。アピール、急に猛アピール。宇垣、じゃあこの宇垣美里さんはあの今季、今年の夏、今季はどんなファッションで行くのかな。気になりますね。気になりますね。まあ、そう、どんなお召しも、どんなおべべで、いや、おべべ、どんなおべべでラジオしたのか俺。いや、気になるっすよ、それは。でも見に行こうとは見に行ける距離にいますからね。まあね。正直。だってそういうことでしょ。だってまだ近くにいるわけですから。うん、そうなの、あの、ほら今終わって。3分経たないぐらいですよ。まだいますよ。聞こえてんのかな。それは考えないようにしようよ。それ考えたらもうあれですから。そうやな。いやでも、あ、もうあれだな、もうあれだ。なんかもうまだらっこしいこと言いたくねえな。デートしてくんねえかな。そうやな。いや、そうやな。やばいのか。ちょっと俺はまだらっこしいこと言われねえよ。ほんまにお願いします。あ、ごめん、あつ、あ、付き合ってくんねえかな。行ったね、行きましたね。あのデートとかで、あの、その俺一回のデートとかいいからさ、うん、あのちゃんと契約交わそうや。いや、まあどうせ契約ですよ、本当に。あの前提よ、結婚の。おお、大きく出た。こっち、うん、お遊びで恋愛する気ねえから。マジで大人の恋なめんなよ。おい、怖い、ほんとに。ゴール見えねえと俺突き進む気なんねえからさ。そうやな、その闇雲に突き進んでさ、もうあの、なんだろう、この時間だけ、月だけをさ、消費してるのは、これ真っ平はごめんなんだよ。その、いけそうと思って傷つけられるのも嫌やんな。嫌なんだよ。こんだけ気温で振り回されてんだから。最初から、いけますって言ってください。自分いけますって。宇垣さんいけるわけないやろ。いやね、でも同世代美女ですよ俺ら。そう、同世代、同世代ですよ。くそくそ、今日マジ、ああ、うわ、痛い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 、あの今ほんまにびっくりしすぎて、今あの松永がヘッドホン取れるぐらい。あ、すいません宇垣さん、ありがとうございます。あの、じゃあ、あの冗談です。あの、ざれ事なんで、ほんまに、聞き出してください。あの、面白いかなと思って、これ言うな、そんなこと。みんなに、面白いと思ってもらえるか。なんか横のね、あの、石井さんがね、面白くない。でも、付き合ってはください。おお、すごい、すごい。絶対無理です。絶対無理です。そんな、いや、すいません。すいません。ほんとすいません。びっくりした。でも、付き合ってください。俺も言っちゃった。前提ですよ、結婚前提ですよ。そのこっち大人なんで、お遊びの恋愛する気ねえんで。むちゃくちゃ綺麗ぞ、ちょっと。すいません、本当に。すいません、もう、なんか、すいません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 、こんな時間割いていただいて。はい、もう早くゆっくり寝てください。どうしようかな。何、どうする。ラッパーなんで、ちょっと宇垣さん、だから、宇垣美里で軽くインフンで歌にしたろう。ずる、そういう感じじゃない。ずる、まあ、ちょっと、ちょっと、そうですか。ポイント上がりましたから。あの、一員いいですか、こっちで、R指定が。宇垣美里で一員。いや、いや、もう、踏んだよ。宇垣美里、歌にしたろう。おお。うまい、うますぎる、うますぎます、うますぎ、ずる。ターンテーブル持ってくれ、よかった。ターンテーブル持ってくれ、DJ なんでね。こいつの特に DJ なんですよ。あの、宇垣さん、あの、分かんないと思いますけど、俺死ぬほど DJ 上手いんですよ。信じられないと思うんですよ。俺めちゃめちゃ上手くて、あの、えらいかっこいいんですよ。マジで、マジで。あ、まあ、ターンテーブル持ってくれ、よかったな。まあまあまあ、ラッパーは口先でできますからね。ラッパーは口先でいけるからね。もう口八丁できるからね。いやいやいや、口先で。まだな、まだエレベーター乗ってられへんねん。嘘、もう帰ってる、まだ帰ってる、まだいるの。まず、どうすんねん。あー、怖い、怖いよ、ほんまね。怖い、いや、すごいね。あー、すげえ、ちょろいと思っちゃった。いや、ほらお前な。いや、今、お前やばい、舌打ちされてる。かっこいい、かっこいい。いや、でもほんまね、すごい俺らのこのね、あれにももうすごい笑顔で付き合っていただいて、ありがとう。すいませんね、ほんとにね。お前マジで陰踏むなよ。お前マジ禁止、陰だけは踏むなよ。いや、もうちょっとやっぱ陰、あのさ、かっけえからな。陰って俺、陰ってお前マジかっけえって思っちゃったもんね。ほんとにあのマジで、あのもうあのもうガチガチに踏むのやめろよ、もう。頼むよ。もうやっぱ気づかんように忍ばせんで言ったからな。そう、もうがっちり踏んでたもん。あの全部見せないで6文字で踏まないで、ちょっと踏み外してよ。本当にあの即興でさ、6文字で全部見されると怖いから、こっちかっこよすぎて。かっこいい。
って思って俺も本当に。いやーもう、ね、DJ 教えるんだけどな。え、あ、宇垣さんが DJ 興味、興味あるなら DJ 全然教えるんですけどね。おお、松永さんがレクチャーする。全然ターンテーブルとかもしご興味あれば私 DJ 松永教えます。まあ、あとまあフリーになられたわけですから。あ、なるほどね。そうです。何のためにフリーになったんだ。そうか、いろんな活動できるもんな。そう、 DJ クラブでね DJ するのはさ、もうすっごく自然な行動ですもん。ちょっと宇垣さんの DJ 見たいですよ。見たいです、ね、だってその宇垣さんの今ご興味のあるジャンルでいいんですよ。その都内にはいろんなクラブがあります、うん、いろんなイベントがありますから。もちろんヒップホップのかかるイベントもあれば、ロックのかかるイベントもある、レゲエのイベントもある、 J-POP のイベントもある、はいはい、何でも何でもござるなんですよ。だから自分の好きなジャンルでその DJ しただけ、これ自然です。あ、なるほど。でかつこの、まあ、ぶっちぎりの天才俺松永がマジで半年、半年で、もう半年だけでいいですよ。半年宇垣さんに俺が DJ レクチャーするだけで、宇垣さんがわーすごいと思ってる DJ 簡単に超えます。楽勝です。めくれる、うん、週2できる。週2、お前ちょっと、お前なんか週 2, 週2半年長ない？お前なんか天才やからもっと短くできる。ちょっと長めで会いたい。週2です。あ、さ、週 2, 週 2? 週2の夜で。いやーこいつ貸し早い。あの1回 2H 長い長い長い1回本当に 2H はお前、あの本当にあの1週間、あの週2で1回 2H もらえれば、うん、もう半年であの有名超えれるから。本当に松永メソッド、松永メソッド、あ、余裕だから。あ、マジで。ただ俺は絶対超えられねえから。なんだっけ。やるって言ってない。宇垣さんまだやるって言ってない。マジでまだ宇垣さんがやるって言ってない。もうなんか師匠としての自覚がマジで弟子に対する師匠のプライドで、とんでもねえよおめえ、でっけえ壁だからな。お前の上でそれがあってるの。やるって言ってない。ありえねえうめえんだから。マジでありえねえうめえからな。マジで。いや本当に、まあ、ありえねえうまいもんな。ダメだろ。ありえねえ。お前よくさ俺の DJ 横で見てるじゃん、うん、俺ヤバくね。ヤバいよ。やべえんだよな。なっちゃうな本当に。本当にうめえんだよな。二人ともうめえからなこの二人な。本当にな、このグループ。ちょっと何かあれは福田のカンペが終わってた今。見てみ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 。おー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 おら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 これはあかん。危ない。危ない。いかんよ。これはやばいやばい。俺よかった。俺反射的に読んじゃう。危ねえ。危ねえ。危ねえ。怖い怖い怖い。こんなわらわあるんだね。怖いね。怖いね。じゃあまあそろそろね、宇垣さんにも伝えたいヒップホップ。